キム・ステレルニーは1950年生まれの哲学者。シドニー大学で PhD を取得。現在はオーストラリア国立大学とビクトリア大学ウェリントンで半年ずつ教鞭を取っている。生物学の哲学や心の哲学を専門とし、著書、敵対的世界での思考認知の進化は2004年にラカト首相を受賞した。2008年にはジャンニコ賞を受賞し、 ザ・ヘイト・オブ・ザ・サード・チンパンジーというタイトルで講演を行っている。関心対象は非常に広く、近年では生物進化全般にわたって数多くの著作と論文を発表し続けてきている。有名なものとしては選択の単位論争におけるフィリップ・キッチャーとの協著によるザ・リターン・オブ・ザ・ジーン、心の進化、日地構築をめぐる議論などがある。ソートイン A ホスタイルワールドでも足場作りに基づく日地構築により人間の認知が進化したと論じられている。ありがとうございます。